ダビーネリ式は、ドイツのルトベストファーレン州、トロースドルフ出身の女子プロテニス選手。2013年のウィンブルドン女子シングルスで、準優勝した選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス4勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス12位、ダブルス35位。右利き、バックハンドストロークは、 両手打ち。本来のポーランド語の発音では、理質器で、総表記、または故障する日本のメディアもある。語源は、キツネ。儀式は、ポーランドから西ドイツに移住した両親父親は、歴史家、母親は、芸術家のもとに生まれ、父親の手ほどきで7歳からテニスを始めた。なお、父親はドイツ移住後にテニスコーチをしながら、 ケルンのドイツスポーツ大学に通学し、後にはポーランドのブロツワフで博士号も取得している。2006年にプロ入り。2008年の全豪オープンで四大,大大会に初出場。予選3試合を勝ち抜いた彼女は本戦1回戦でディナラ・サフィナを7から6、4から6、6から2で破る勝利を挙げ、一気に キャロライン・オズニ・アッキとの3回戦まで進出した。全豪オープン終了後、リシキは女子テニス国別対抗戦、フェドカップのドイツ代表選手に選ばれ、2月2日から3日のワールドグループ1回戦で代表デビューする。ドイツチームはアメリカに1勝4敗で敗れたが、リシキが第1試合でリンゼー・ダ・ベンポートを破って、チーム唯一の勝利を収め、 フェドハイ代表デビュー戦を白星で飾った。同年9月のタシュケイトオープンで初めての女子ツアー決勝戦に進み、ここではソラナチルステアに6から2、4から6、6から7で敗れて、準優勝になった。2009年4月19日、リシキはファミリーサークルカップ決勝でキャロライン・ウォズニアッキを6から2、6から4で破り、ツアー初優勝を決めた。 翌週にフェドカップのワールドグループプレイオフが行われ、ドイツはホームコートのフランクフルトで中国チームと対戦した。儀式は第1試合と最終第5試合に登場し、あんなレナグローネフェルトと組んだ第5試合のダブルス戦で定期予しと法卒の組を4から6、7から5、6から2で破った。こうしてドイツは2010年度、 フェドカップのワールドグループ復帰を決めた。2ヶ月後のウィンブルドンで、リシキは3回戦で、先の全仏オープン優勝者、スベトラーナ・クズネッツワを6から2、7から5で破った後、4回戦でもオズニアッキに、6から4、6から4で連勝し、初のベスト8進出を決めた。ドイツ人女性によるウィンブルドンの8強入りは、 1988年から1996年までの間に7度優勝したシュテフィグラフ以来10年ぶりの快挙となった。準々決勝では第1シードのディナラ・サフィナに7から6、4から6、1から6の逆転で敗れた。2010年は長引いた左足の関節の負傷により3月末から8月初めまで大会に出場できなかったため、 ランキングが23位から179位に大幅に落ちてしまった。2011年の全豪オープンは予選で敗退した。4月のポルシェテニスグランプリではサマンサストーサーと組み初めてのダブルスタイトルを獲得した。全仏オープンは予選を勝ち上がったが2回戦でベラズボナレは26から4、5から7、5から7で逆転負けを喫した。 全仏後のバーミンガム大会では、ツアー4度目の決勝に進出し、ダニエラ・ハンチコバを6-1、6-4で破り、シングルスツアー2勝目を挙げた。2011年ウィンブルドン選手権では、主催者推薦での出場であったが、2回戦で、全仏優勝者のリーダーを3から6、6から4、8から6で勝利して、勢いに乗り、準々決勝では、マリオンバルトリを6から4、 6から7、6から1で破り4位大会開発のベスト4に進出する。準決勝では、マリア・シャラポワに6から4、6から3で破れた。サマンサス・トーサーと組んだダブルスでも決勝に進出し、クベタ・ペシュケカタリナ・スレボトニク組に3、6、1、6で破れ準優勝となった。8月のダラス大会では、決勝で、アラバン・レザイオ6に、 6-1で破って優勝、シングルスツアー3勝目を挙げた。全米オープンでは2回戦のビーナス・ウィリアムズの危険による不戦勝を得て勝ち進み、全米では初の4回戦に進出した。ベラ・ズボナレワに 2, 2から6、3から6で敗れた。2012年全豪オープンでは第14シードで出場してシードを守り、全豪では初の4回戦に進出した。 マリア・シャラポアに6から3、2から6、3から6で敗れた。2012年ウィンブルドン選手権では4回戦で2012年、全仏オープン優勝の第一シードマリア・シャラポアを6、4、6、3で破りベスト8に進出した。準々決勝では、同じドイツのアンゲリク・ケルバーに3から6、7から6、5から7で敗れ2年連続のベスト4、入りを逃した。 7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス3回戦でマリアシャラポワに7から6、4から6、3から6で敗れた。クリストファーカスと組んだ混合ダブルスでは準決勝でイギリスのアンディ・マリーローラ・ロブソン組に敗れた後の銅メダル決定戦でアメリカのマイク・ブライアンリサ・レーモンド組に3から6、6から4。 4から10で敗れ同メダルを逃した。2013年ウィンブルドンでは、第1シードのセリーナ・ウィリアムズやアグニエシュからドアンスカ、など格上を、次々と下す、快進撃を見せるものの、決勝では思うようなプレーができず、マリオンバルトリに1から6、4から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル。 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2011年全米2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない。ありがとうございます。